ロバート・ジョリーン・オズボーンはアメリカ合衆国の俳優、映画史やテレビ司会者、ケーブルチャンネルのターナークラシック・ムービーズの司会者としてよく知られた。それ以前にはザ・ムービーチャンネルの司会を務めた。またハリウッド・リポーター誌のコラムニストでもあった。オズボーンはアカデミー賞の公式誌も執筆しており、初版は1988年に出版され、 最近では2013年に改定されている。オズボーンは1932年5月3日にワシントン州コルファクスの小さな町で生まれた。父親は公立学校の教師であったロバート・ユージーン・オズボーン。母親はヘイゼル・アイナであった。オズボーンはワシントン大学でジャーナリズムを学んだ。オズボーンはデジ・アーナズ・トル・シルボールが創立した。 デシルスタジオの契約俳優としてその経歴を始めた。そこで、オズボーンは、ルシルボールのデシルワークショップに参加し、ボールは、オズボーンや、キャロル・クックといった若いパフォーマーと共演しながら、彼らを育てた。ローツ、ありがとうございます。